メンタル。どうもちゃん、篠原です。今回センター試験まであと20日本番までのメンタル調整について話したいと思います。この動画ではあと20日間でどういうメンタルの調整の仕方をしていけばベストパフォーマンスが本番で出せるのかということについて紹介したいと思います。まあ篠原はね、実際センターでこんな感じの結果を出してるし、自分の塾生もこんな感じで結果を出してるし、ここで話すことはこちらですね。本番に強くなるという本、この本で紹介されてることと、まあ俺の経験を元にしたことなんで、まあ信じてもらっていいかなと。まあ学校ではね、あんまりこういうメンタルのことって教わらないと思うし、教わったとしてもなんか大体頑張ろうみたいな根性論だったりするんで、まあね、これほど多分まとまってるのはないと思うから、ぜひねこれをやってみてください。これ書いてるのが日にちですね。あと本番まで何日かということと、まあここがやる内容を書いています。さあまず今日20日目なんですが、何をやってほしいかっていうと、自分自身に対する契約を巻いてほしいんですね。何かっていうと、よし俺はベストを尽くすぞと、ベストを尽くす、そしてセンター終わった暁にはご褒美リフレッシュをするぞと決めてほしいんですね。これ何でもいいです。何でもいい、もう本当にゲーム1日やるでもいいし、丸1日寝るでもいい、何でもいいから、センター終わった翌日の月曜日、この日はもうオフ、休もう。で、その上で、まあここで契約で、できればこれ紙に書いてください。紙に書いた方がいい、心の中で思ってることってすぐなくなるんで、紙に書くというところになります。ぜひ紙に書いてください。で、その日からの後ですね、その日の後19、18、17、16は勉強&メンタルトレーニングということで、勉強に関して具体的に何をするのかっていうことに関しては、まああの動画の方で話している通り、予想問題集とかね、そういうのをやってもらったらいいんですけど、メンタルトレーニングとして2つやってほしいことがあります。まず1つがアファメーション。これ何かっていうと、自分自身に対する肯定的な理解っていうことですね。で、この肯定的な理解において大事なのが、俺は絶対9割取れる、ボーダー超えるっていうやり方じゃなくて、まだこれだけの期間があるんだから、俺は絶対もっと伸びるはずというふうにアファーメーションをかけてください。絶対合格点取れるっていうアファーメーションをかけると、なんかこのあたりでその、なんだ、9割取れるっていうアファーメーションをかけてるのに、例えば7割とかだったら、いや間違ってるじゃねえかと思ってやる気なくなるんですよね。だから、いや、まだまだ伸びるはずというふうに思ってほしい。で、あと、点が取れなかった時っていうふうに問題が起きた時、これは、いや、今で良かったと。今で良かった。かったっていうモチベーションプラス、あ、こういう風に問題が起きたら自分ってこうやって焦るんだなと、今のが自分の一番やばい状態、一番テンパってたなっていう風に理解する時間と捉えてください。だからできないことは問題じゃないんですね。今練習でできないことは問題じゃなくて、本番取れないことが問題だとするならば、今はそこに至るための全てトレーニング期間なので、そこはもう落ち着いて、できないことをできるようにするっていう原理原則に立ち返りましょうというところになります。で、15日これ仮の下見をしましょうってことなんですけど、これは、この本に紹介してあった方法で、まあこれよく見てもらったら分かるんですけど、演奏家のための方法なんですよね。なので受験生向きっていうよりも演奏家のための方法なんで、演奏家の人ってその自分の本番の前にその会場に行って下見とかするらしいんですけど、ここからのイメージ高めるためにね、まあこれは一応カッコ仮というふうにしたいと思います。基本的には勉強とメンタルトレーニングを中心にやってもらえたらなと。まあほとんどの人にとって大学って初めて行くところだと思うんですよね。だから、あ、大学ってこうなってるのか、教室こんな感じかと、よしよし、これから自分が問題解くときに、まあそういう、まあイメージトレーニング的なイメージトレーニングをするための、まあ材料として下見していくのはいいことかなと思います。で、その後仮本番って書いてるんだけれども、これは、センター試験の時間日程と同様の時間でやる、あるいは、いずれにせよですね、その全部を解くということをやってほしいんですね。で、続いて14、13の仮本番、センター試験の2週間前は仮本番ということで、一旦自分自身センター試験っぽく問題をやってみてください。で、これどういう効果があるのかってことなんだけれども、まあ言ったら試験会場にいるんだと思って、で、いるんだと思ってやるっていうことによって、まあより極限状態、より緊張状態にならすということなんですね。で、まあ、武道の有名な言葉で、まあ、篠原柔道やってたんで知ってるんですけど、本番を練習のように、練習を本番のようにという言葉があります。だから、これを練習を本番のようにすると。で、これも練習を本番のようにするっていうことで、本番は、本番こそこの練習のようにやるというように、まあ、その本番ですね、を積んでおくというところになります。
で一応この13日の方に関しては、国立受ける人で、ご教科やらないといけないって人も、まあ、14日の方に多めに詰めておいて、で13日の方に1教科だけとかにして、で、結構ねオフの時間っていうのを取ってもいいんじゃないかなと思います。実際この本では、この13日はもうオフにしましょうって書いてあったんですね。なんだけど、まあ、受験勉強の場合、オフはまあ半日かなと思います。だから、これここで丸1日プラス、13日目のまあ午前中ぐらいで全部やってしまうという方法がいいかなと思います。で、その後の1週間、これはまた勉強とメンタルトレーニングですね。勉強しながら、いやいや絶対伸びると、点が取れなかったら、いや今でよかったなと、今俺焦ってたな、どういう焦り方自分してたっけ、そういうことを見直すための時間を取ってもらって、さらに仮本番 B ということで2回目の仮本番ですねをやっていただくと。で、5、4、3日目、これも同じように勉強とメンタルトレーニングをずっとした後、2日オフにしましょう。篠原がですね、実際受けた時は3日目と2日目は完全にオフってました。1秒も勉強しなかった、多分。というのも、まあ、ちょっとね当時のこと覚えてないんであれですけど、マジで勉強しなかったです。でというのもなんでかっていうと、この段階で俺の目標点だった9割が取れ出したんですよ。で、ずーっとここまで取れなかったの、ずーっとここまで取れなくて、ここで初めて取れたんです。でそれで、あ、いけたと思って、こことここはオフにしました。で、最後ですね、前日は、まあ、試験会場の下見と準備ですね、この2つになるかなと思います。まあ、これで勉強してもらうのが、まあ、今からねベストパフォーマンスを出すための20日の過ごし方として、まあ、ベストなんじゃないかなと思います。勉強時間どれぐらいするかってことに関してなんだけれども、勉強時間はまあできるだけ長く取ってほしいんだけど、まあ、暗記理解をするってことを大事にねっていうことと、まあ、最低5時間は寝てください。で、できれば 6.5 時間とか、まあ、8時間睡眠っていうのを取った方がいいんじゃないかなと思います。というのもこの時期ね、やっぱ風邪ひくのが良くないんで、体調管理がもう一番大事なんで、まあ、ぜひね、睡眠時間はしっかりとって、勉強時間はまあ、その余った時間にやるというところになります。まあ、実際的にはまあ、12時間とかそれぐらいですかね。はい。ということで、本番までのメンタル調整、あと20日どうやって過ごすかということでした。ぜひ、メンタルをね、きっちり整えて、本番、受けていきましょう。このね、このアファメーションバカにするかもしれないけど結構大事だよ。言霊って言って日本の古来からの考え方で、言葉で発したものっていうのはその通り実現するんで、だからアファメーションぜひかけて、いや俺はいけるはずと、まだまだ伸びる、まだまだいけるっていう気持ちで上げ上げでやっていこうぜ。あと20日ぐらい本気出そう。でこの20日走り抜けて、それでもダメだったら、まあ俺に相談してください。で俺は結果出してるし、なんだけれども、俺はこの20日すら頑張れないやつと1年間、来年の1年間頑張る気ねえから、だからこの20日で結果出して、でそれでもダメだったら俺と来年頑張ろう。まずはねこの20日ベストを尽くして、そして今年も結果を出そう。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。